マイクロ流体力学は、工学、物理学、科学、生科学、ナノテクノロジー、生物工学にまたがる、学際的な分野であり、小体積の流体の多重化、自動化、コースループットスクリーニングなどの実用的応用がある。マイクロ流体力学は1980年代、初頭に出現し、インクジェットプリントヘッド、DNA チップ、ラボーンチップ技術、 マイクロ推進技術、マイクロ熱工学技術の開発に応用されている。この分野では、小さな、典型的には、ミリメートル以下のスケールに、基下的に拘束された流体の振る舞いや精密な制御が取り扱われる。典型的には、マイクロとは次のような特徴を意味する。典型的には、流体は移動、混合、分離、その他の処理を受ける。数々の応用例で、 盲細管現象のような受動的流体制御技術が使用されている。一部の応用例では外的駆動手段が媒体輸送を補助するために用いられている。例としてロータリードライブでは受動的チップへの流体輸送のために遠心力を利用している。能動的マイクロ流体力学は作動流体のマイクロポンプやマイクロバルブなどの能動的阻止による明示的な操作を意味する。 マイクロポンプは流体を連続的に送るためや注入に用いられる。マイクロバルブは流れの向きやポンプ液体の動きのモードを指定するために用いられる。しばしば通常研究室において行われるような処理を単一チップ上で行えるようミニチュア化し、効率や形態性を向上したり薬剤使用量を低減するために応用される。シリコンゴム及びガラス製のマイクロ流体デバイス。 上、デバイスの写真。下、15マイクロメートル幅だ高チャンネルの位相コントラスト顕微像。流体は、マイクロスケールにおいては、マクロ流体力学的挙動とは、異なる振る舞いを示すことがある。これは、表面張力、エネルギー散逸、流路抵抗などの比率が大きくなり、形を支配し始めることが原因である。マイクロ流体力学では、 このような挙動の変化を研究し、回避策や新たな応用法を模索する。小さなスケールでは、いくつかの興味深い、時に直感的でない物性が現れる。特に、例のルズ数が非常に低くなる。このことの重要な帰結として、流れが乱流ではなく、相流となることから、隣接して流れる複数の流体が互いに、伝統的な意味では混じり合わなくなることが挙げられる。 流体間の分子輸送はしばしば拡散にのみ依存することとなる。科学的及び物理的物性を高度に制御できることからより均質な反応条件を達成することができ、単断もしくは複数段反応のよりハイグレードな生成物を得ることができる。マイクロ流体構造の中でもマイクロ空気圧システム、つまりチップ外の流体を取り扱うマイクロシステムとチップ上で ナノリットルからピコリットルの体積の流体を扱うマイクロ流体構造の組み合わせが開発されている。現在までに最も商業的に成功したマイクロ流体力学の応用例はインクジェットプリンターである。マイクロ流体合成や量子ドットリポソーム、金属ナノ粒子、その他の産業的に関連する材料などに生理活性を持たせた製品に向けた研究も進んでいる。 加えて、マイクロ流体製造技術の進展により、低コストプラスチック製造デバイスや、自動的部品品質検証が可能となってきている。マイクロ流体技術の進展により、酵素解析、DNA 解析、プロテオーム解析などの分子生物学的操作に、革命がもたらされている。マイクロ流体バイオチップの基本的構想は、検出などの圧制操作とサンプル事前処理や、 サンプル準備を一つのチップに統合するというものである。バイオチップの応用は、病理学部にや特に病名の臨床現場即時診断に広がりつつ、ある。加えて、空気、水資料から生化学毒素や、その他危険な病原体を、リアルタイムで、継続的に検出できる、マイクロ流体力学に基づくデバイスを常時、可動型バイオ警報器として用いることができる。 これらの技術は微細加工されたチャネルに連続流通する液体に基づいている。液体の流れは外部圧力源や外部ポンプ、組み込みのマイクロポンプや毛細管現象と電気運動機構の組み合わせによって駆動される。連続流通マイクロ流体操作はその実現の容易さやタンパク質劣化体制のために主流のアプローチとなっている。連続流通デバイスは 多くの確立されて、単純なのは科学操作や科学物質の分離などの特定の操作には十分な性能を提供できるが、高度の柔軟性が要求される操作などにはあまり適していない。これらの平チャネル系は、流れ場を支配するパラメータが、流路に沿って変化し、流路のあらゆる点における物性が、系全体のパラメータに依存してしまうため、本質的に統合やスケーリングが困難である。 永久的に刻み込まれた微細構造は再構成を困難とし、またホールとトレランスを低下させる。ナノリットル領域の解像度を実現する MEMS 技術に基づいた高感度マイクロ流体フローセンサにより、連続流通系におけるプロセスモニタリング機能を実現することができる。液的ベースのマイクロ流体力学は連続流れではなく、レーノルズ数が低く、総流的で、 不連続な非根は小中の流体の操作を取り扱うマイクロ流体力学の改分野である。液的ベースのマイクロ流体力学経営の興味は過去数十年の間に急激に拡大している。マイクロ液滴は微小体積の流体の簡便な取り扱いを可能とし、より良い混合を実現するため、ハイスループット実験に適している。液的ベースマイクロ流体力学を利用して、 効率を上げるためには、液的生成、液的運動、液的融合、液的分裂に対する深い理解が必要となる。液的ベースマイクロ流体力学における重要な進歩の一つに、単一細胞向けの液的保育器の開発が挙げられる。毎秒数千の液的を生成できるデバイスにより、ある時点における特定のマーカーの測定だけでなく、タンパク質分泌、 高素活性、増殖などの動的挙動に基づいた細胞群の分析が可能となった。近年、単一細胞保育用の微視的液滴の性的配列を表面活性剤を使わずに生成する手法が開発された。上述の平チャンネル連続流れ以外の新たな対象としてエレクトロウエッティングを用いて解放された基板上で液滴駆動を行う系が挙げられる。 デジタルマイクロエレクトロニクスのアナロジーから、このアプローチはデジタルマイクロ流体力学と呼ばれる。レ・ペザーンらは電気網管力を用いてデジタルトラック上で液的駆動を行うという方式を開発した。サイトニクスが開発した流体トランジスタもこの分野に寄与している。その後、この技術はデューク大学により商用化された。 不連続な単位体積を持つ液滴を用いることにより、マイクロ流体力学的機能は、単位流体を単位長さだけ動かすという基本操作の繰り返しに還元することができる。このデジタル化された手法により、階層的で細胞ベースのマイクロ流体バイオチップ設計が可能となる。この結果として、デジタルマイクロ流体力学は柔軟で、スケーラブルなシステム構成だけでなく、 高いフォールトトリランス性をも実現する。加えて、液滴を独立に制御することが可能なため、マイクロ流体アレイ上の単位方群を、バイオ圧ッの実行と同時並行して、機能を変更するといった動的再構成が可能なシステムが実現できる。液滴が閉じられたマイクロ流体チャネル上で操作されている場合でも、液滴の操作が独立して行われない場合、 デジタルマイクロ流体力学としては扱われない。デジタル流体力学において一般的な駆動方式として有電体上エレクトローエッティングが挙げられる。多数のラブオンチップ応用例がエレクトローエッティングを用いたデジタル流体力学のパラダイムに基づいて実証されている。近年では表面弾性波、オプトエレクトローエッティング、機械的駆動などを応用した。 液的駆動手法も実証されてきている。初期のバイオチップはガラスプスチックシリコン基板上の顕微鏡スケールの配列に DNA 片が付着する DNA マイクロアレイのアイデアに基づいている。DNA マイクロアレイと同様にチップ表面上に様々な補足剤を付着させたタンパク質アレイも存在する。これにより例えば血液などの生化学資料中のタンパク質を検出。 および検量することができる。DNA およびタンパク質アレイの欠点は、製造後の再構成可能性もスケーラビリティもない、ことである。デジタルマイクロ流体力学を応用した、デジタル PCR などが開発されている。マイクロアレイに加えて、二次元連携同用や、トランスクリプトーム解析用、PCR 増幅用のバイオチップも設計されている。他にも、 タンパク質や DNA 用の様々な電気営動や液体クロマトグラフィ、細胞分離、タンパク質分析、細胞操作、細胞解析、微生物補足などへの応用例が存在する。マイクロ流体力学と軽肝生態学及びナノ流体素子を組み合わせることにより、老化でつながれたバクテリアの巣を作ることができる。バクテリアの増殖機械を 時空間的モザイク上に配置することにより、これらを適応的景観の物理的実装とし用いることができる。これらの流体系観の継ぎはぎ的性質を用いて、メタタ体群系におけるバクテリア細胞の適応を研究することができる。このような合成生態系内のバクテリア系の進化環境を用いることにより、 進化生物学上の問題に対して、生物物理学的に取り組むことが可能となる。マイクロ流体力学を応用すれば、有因物質勾配を詳細に制御することができるため、運動性、化学創生、抗成物質への耐性の進化、発達を小規模な微生物群で短期間で研究することが可能となる。対象となる微生物にはバクテリアをはじめ、 生物海洋科学のほとんどを支配するだけの幅広い海洋微生物感が挙げられる。マイクロ流体力学は合成勾配をも作り出すことができるので、総合性の研究にも大きく寄与している。マイクロ流体構造により、個々のバクテリアの運動を整流することで、運動性のバクテリア群から機械的運動を抽出することもできる。この原理を用いて、 バクテリアを動力とする回転体を構築することができる。マイクロ流体力学と光学の組み合わせは、交流体光学と呼ばれることが多い。交流体光学デバイスの例として、調整可能なマイクロレンズアレイや、光流体顕微鏡などが挙げられる。マイクロ流体流れにより、高速なサンプルスループと、大規模サンプルの自動画像化、3D 化、超解像度の達成が可能となる。 音響液的射出とは超音波パルスを用いて小体積の流体を接触することなく駆動する技術である。音響エネルギーを流体サンプルに収束することによりピコリットル単位の小体積液滴を射出する。エイド技術は非常に穏やかなプロセスであり、タンパク質や抗分子量 DNA、生きた細胞などを破壊したり殺したりしてしまうことなく輸送することができる。 この特徴から、プロテオミクスや細胞ベース圧生などの様々な応用が可能となる。燃料と酸化剤の反応を制御するのに、従来型のような物理的障壁ではなく、総流を用いるマイクロ流体燃料電池が開発されている。マイクロ流体技術により、細胞生物学者たちは、細胞環境を完全に制御し、新しい問いと、 新しい発見をもたらす強力なツールを手に入れた。下に示すような数多くの様々な微生物学上の進歩がこの技術によりもたらされている。ありがとうございます。